Aha. ないなら血を吐いても両方吐いても構わないぞ。それじゃあやります。覚悟はできてるな。これでもか。おい、串刺しにされたいか。言うんだ。寺院のどこにあるんだ。え、いえ。
ああ、もしやあんたは。あなた僧侶ね。バーカングのチャンじゃ。私を迎えに来たんじゃろ。さっき天から光が。あれは重宝よ。それにお迎えが来たのは奴らの方。でもあんたは来世へ私を導くための天の使いでは。この世での使命はもう終えたかと。一体何してるの、バルトーリの船で。いや、全ては正義のためなんじゃ。悪をなそうとしたのも世の混乱を防ぐために。かつて私の父がジャンニの船を爆破し海底に沈めたように、この私もジャンニの息子がセラフを利用しないよう阻止しに来たんじゃ。セラフ？私たちの使命を知らないのか。まさか彼らの一味じゃ。趣味の悪い冗談はやめて。彼らはチベットの寺院にある極めて危険な宝を奪おうと企んでるんじゃ。宝物殿への鍵は何世紀も前に間抜けな山賊に盗まれた。以来我々は鍵が悪用されないようただただ神に祈るだけじゃった。しかしジャンニがそれを手にしてしまった。恐れた通り彼は古代の信仰を復活させた。武力でなければ阻止できない相手だったんじゃ。そしてイカれたカルト教団の教祖マルコ・バルトーリが信者たちを引き神秘の力を手に入れようとしている。だから我々は再び武器を取ったんじゃ。悪は潰されて当然よ。どこに連れて行くんじゃ。助かったと思った。少し休ませてくれないか。限界だ。うっ。